キャンディデスクとは、1968年から続く、アメリカが州国上院の伝統で、人通りが多い議場、出入り口付近に座席のある上院議員が自身の机の引き出しをキャンディでいっぱいにして、他の議員が自由に取れるようにしておくという習慣である。1981年以降、キャンディデスクの場所は、上院議場の東側で入り口に近い座席に、 固定されているが、使用される机そのものは決まっていない。2016年現在、ペンシルベニア州選出の上院議員パット 2-me ーーの座席がキャンディデスクである。1965年、カリフォルニア州のジョージ・マーフィーが上院議員となった。上院内での食事が禁止されているにもかかわらず、 マーフィーは同僚にあげたり自分で食べたりするために、常時キャンディーを机の中に蓄えていた。マーフィーが6年の任期を務めて、上院を去ってからは、別の共和党議員が彼の習慣を引き継いだ。この隠れた、伝統が、初めて公になったのは、ワシントン州選出の上院議員、スレード・ゴードンが、キャンディデスクに座る予定となったことを発表した時で、ある。 キャンディデスクの伝統を守ってきた上院議員にはジョン・マケイン、ハリソン・シュミット、リック・サントラムなどがいる。サントラムは地元選挙区であるペンシルベニア州の企業の製品をこのデスクにストックしていた。2007年にサントラムが上院を去った後、しばらくはキャンディデスクを引き継ぐ議員が短期間で、 次々と入れ替わったが、2011年から、イリノイ州の上院議員マーク・カークの座席となって、引き出しには、イリノイ州で製造されているスニッカーズや、グミベアー、ジェリーベリーのジェリービーンズ等の菓子が蓄えられた。さらに2015年以降はパッドトゥーミーの座席となり、再び、ペンシルベニア州で製造された、ハーシーズのミルキー・ウェーバーや、マーズ・バータの菓子が引き出しに満載されている。 キャンディデスクの習慣を始めたとされるジョージ・マーフィー。ジョージ・マーフィーは1964年にカリフォルニア州で上院議員選挙に当選し、次の年に就任した。マーフィーはブロードウェイ・メロディー、僕と彼女のために、などのミュージカル出身の元役者であり、歌も踊りもこなせることで知られていた。そして彼は甘いものに目がなかった。彼は上院議員となって間もなく、 座席にキャンディを欠かさないようになった。1968年に座席が出入り口のそばに移り、他の議員が脇を通る機会が増えてから、マーフィーは机の引き出しに入れてある歌詞を同僚にも配るようになった。すると、机に招かれて歌詞を受け取った議員たちが、マーフィーの座席をキャンディデスクと呼ぶようになった。1970年の選挙で、マーフィーが敗れた後、 別の議員が彼のキャンディを配る仕事を引き継ぎ、党派を超えた上院議員のささやかな楽しみとして、机にキャンディ類をストックする習慣は続いた。マーフィーが一期限りで上院を去ると、ポール・ファニン、ハリソン・シュミット、ロジャー・ジェプセン、スティーブ・シムズが順にキャンディデスクを維持し続けた。ファニン、シュミット、ジェプセンはハードキャンディしかストックしなかったが、シムズの代になり、 キャンディやチョコレートの製造に関連する団体等から提供を受けた品が引き出しに置かれるようになった。マーフィーの後を継いだ初期の議員らの人気中は、キャンディデスクとなる席は固定されていなかった。上院座席表の過去記録によれば、キャンディデスクを担当していた頃のシュミットは、第95回連邦議会の時は2016年現在の定位置となっている座席の右側に座り、 第96回の時は通路を挟んだ座席に座っていたことがわかる。こうした習慣は公に知られていなかったが、1985年にスレード・ゴードンがキャンディデスクの担当者となり、マーフィーに始まるリッチな伝統を引き継ぐことを明かすプレスリリースを発表した。このプレスリリースで彼はこの習慣を受け継いできた歴代議員の名も挙げた。 キャンディデスクが公式記録に現れた例としては、1997年に、ミズミリ州のキット・ボンドが、よく会計年度の国防権限法に関するディベート中、キャンディデスクに言及した時の議事録がある。ボンドは、自分がデスクから持ってきたキャンディと比べて、マイクロチップがいかに小さいものであるかを説いた。200社長の菓子メーカーが存在するペンシルベニア州の大義士。 リック・サントラムがキャンディデスクに座った時代には、ハーシーズ社やジャスト・ボーン社などの菓子メーカーが作る有名な製品が引き出しに並んだ。この間、サントラムがデスクの在庫を切らさぬよう、ハーシーズは市販機ごとにおよそ100ポンドの菓子を提供したという。サントラムが2006年の上院議員選挙で再選を果たせなかった際、ウォール・ストリート・ジャーナル紙のインタビューに対し、 ハーシーズの広報担当者、カーク・サビルは次のように述べた、我々は上院の議事進行をご機嫌なものにする一条にないたことを大変嬉しく思っております。サントラムの落選後、ワイオミング州の第議子、クレーグ・トーマスがキャンディデイスクの担当者となると、ある問題が生じた。上院の倫理規定は、議員が同一のものから年間に100ドルを超える、 贈答品を受け取ることを禁じているが、議員の地元州で製造、生産されたものであれば良いという例外がある。この例外は、議員が例えば、フロリダ州のオレンジジュース、ジョージア州のピーナッツなど、地産のスナックを来客者に提供することを想定したものであり、キャンディデスクはこのような決まり事の上に成り立っている。ところが、トーマスが代表するワイオミングには、 全米菓子協会の会員が存在せず、数百ドル相当にも上る大量の菓子をキャンディデスク用に寄付できる菓子メーカーがいなかったのである。キャンディデスクの新しい担当者がトーマスとなったことについてインタビューを受けた全米菓子協会代表のスーザン・スミスは、会員がいれば喜んでキャンディを提供しますが、今回は難しいようですと答えている。結局、 この問題は、ワイオミング州で事業を営む、多数の小規模な菓子製造業者に消費を賄えるだけのキャンディを順番に供給してもらう、よう依頼することで乗り越えられた。トーマスが2007年に亡くなると、ジョージ・ボイノビッチとメル・マルティネスが公認となった。両者とも人気は、比較的、短く、2009年にキャンディデスクに座ったジョージ・レミューも、2011年に、上院を去った。 米国上院議場内の様子。写真の右側後方にある扉が、東口米国上院議会では、会期ごとに議員が使用したい机を選ぶことになっている。在任期間が長い議員から机を選び、希望する座席にその机を置く。そのため、キャンディデスクに使用される、机自体は決まっていない。キャンディデスクの場所は97期連邦議会以降、固定されており、 議場の東側ドアに近い最高列の座席に着席する議員が選ぶ机がキャンディデスクとなる。議場とアメリカ合衆国議会地下鉄の駅の間を行き来するのに便利なエレベーターがこのドアの付近にあるためほとんどの議員がここから出入りする。図のようにドアから議場内に向かってすぐ右側に位置している。伝統的にこの場所は共和党が使用する座席にあたり、 キャンディデスクも常に共和党議員が使用する机となる。2015年からこの席についているのはペンシルベニア州の大議士パッドトゥーミーであるが、彼が使用している机自体は、それまでおよそ30年にわたって民主党議員が使っていたものである。キャンディデスクの占有者は、自分が選出された州の菓子を机にストックしておくことを任されるが、その原子をどうするかが問題となってきた。 キャンディデスクの習慣が始まった当初、議員たちは希望のキャンディを置いてくれるよう、キャンディデスクの主に頼み、その在庫が切れないよう、数ドルばかりのお金を拠出していた。しかし、時が経つにつれ、キャンディデスクがアメリカ合衆国上院の伝統として確立されて、くると全米菓子協会とチョコレート製造業者協会のようなロビースト団体が組織的に寄付を行うようになった。 民主党にも少なくとも1985年から同じようなキャンディデスクがある。正面壁に置かれている民主党上院院内幹事のロールトップデスクはその引き出しに歌詞が詰まっている。この伝統がいつから始まったかは不明だが上院のキャンディデスクより後に始まったものである。1980年代はチョコレートのハーシーキスが一番人気があったが後に 小さなキャラメルが増えていった。こちらの机の菓子は、それをシェアする議員たちが出し合う、キャンディ基金を通じて購入される。2015年までは、J. ロックフェラーがこの基金で菓子を購入していた。この習慣はあまり知られておらず、アメリカ合衆国上院資料館長でもその多くを知らないほどである。他の議員も、同じように、デスクの引き出しにキャンディーを備えておくことがある。 上院の雑用係だったキャサリンバックは2005年に次のように書いている。とにかくチョコレート、チョコレートという漢字だったある大議士というのはミズーリ州の事務タレントのこと。ある時は投票中だったんですがキャンディデスクから反対側の列にある自分の机まで来るように周りに呼びかけていました。そこではもうため息に次ぐため息で、それから議員さん6人がラッセルストーバーの ローカーボチョコレートを持ってその場を離れていきました。ありがとうございます。